焦っても仕方ないよね。今は休む時かな。時には信頼して任せる。それが仲間ってもんだろ。ねえねえ元成さん、元成さんはあの時私のこと騙してたわけ？それは九州での話かい？私は騙したつもりなんてないよ。私なりに幼者への対抗手段を考えていてね。あの時は君を守ることが最善だと思ったんだ。元成さんって腹黒いから信用できないのよ。おまけにアキレウスさんは扱いにくいし。オリンポスの神々にもこの俺は扱えん。はいはい。でもあの戦いがあったから今の世界があるってこと忘れないでよね。ああ困りましたね。義軍の撹乱を頼まれたのですが、私一人では手が足りません。あらあら、目の前でそんな大きな独り言を。わかりました、私がお手伝いいたします本当に優しい人だこと。困っているものは見過ごせないのですね。ダッキの過去に戻り、幼者出現という現象を超えた幼者討伐軍。しかしダッキを守る立場となったことで、全ての人間を敵に回していた。目下最大の敵対勢力は義軍である。古市城に向かうダッキを狙って着々と軍を展開していた。このままではダッキを守りきることは難しい。そこで綾御前と蓮氏が義軍撹乱のため楽城へ潜入することとなった。しかし奇襲を仕掛けんとしたまさにその時、突如義軍の陣地に混乱が巻き起こったのだった。武士、敵の背後に回れましたね。存分に打ち倒し踏みにじるとしましょう。アヤ殿、笑顔が少し怖いですよ。あら、お待ちください。何でしょう、敵陣が急に騒がしく。気づかれたわけではないようですね。騒ぎがどんどん大きくなっていきます。何が起きているのか分かりませんが、とにかく私たちも参りましょう。では戦場に愛を刻みに参りましょう。もう原因は分かりませんが、とにかく私たちの役目を果たしましょう。敵襲だ、味方をやめ。困りましたね。早くも敵に見つかってしまったようです。もっと企んだ目的です。ここで敵を迎え撃つことにします。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。お前か、よほどから何なの。私の邪魔をするのはやめろ。てめえが邪魔なのだろし。おこらせてくれやすい。出番だな。追いかけたらいます。
執着至極に存ずる。教
力よ。なんという強さ。出番だ。邪魔なもん。邪魔なもん。耐えられる。邪魔なもん。出番ね、男の子を合わせたから。
その人探し、私たちも協力しましょう。やあ、嬉しいっす。ほな、連れ持っていきましょうな。ヘイリー・ヒューブだ。あの女を何としても止めるのだ。協力だなんて、アヤ殿は何か考えをお持ちなのですか。邪魔だもん。敵に流れに乗ってみることも可能です。それはなんとなくということです。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。何をしている。ああ、お顔エロー綺麗で可愛らしいおすのに、何も残念なお方ですね。なんだと。近
もガクも失うの。なんや、おかわいそうなこと。どうか気を落とさないでくださいね。死刑のやつらめ。器まで可愛らしく、かわいそうなのですね。私の責任果たせたかしら。いやあ、なんやかんや言うて楽しおした。せやけど終わってしまうと寂しいこと。ならば私たちと共に来るとよいでしょう。きっと退屈はさせません。いやあ、嬉しおす。ほなお言葉に甘えて。あらあら、なんだか大変なことになりそうね。